さあ、皆さん、始まりました。今日の日付、6月の9日ですね。まあ、15時30分以上で、ね、過ぎてるんですけど、いつも通り、米国株マーケットと日本株マーケットの振り返りやっていきたいと思います。まあ、昨晩ね、米国株に関しては、満潮な動き。でも、重要イベントを控えてるので、やっぱし上げづらいですよね。で、今日、日経平均に関しても行ってこいかな。100円以上上げたところから、最終12円高っていうところで、上げ幅縮小しています。はい。で、個別銘柄でも大きく下がってるところがあって、特にね、やっぱし海運株。はい。やっぱし下がってきた川崎線とか11%で、ね、大きく急落してるような形。まあ、昨日皆さんに、ね、お伝えした通りの動き方になっているので、まあ、そこあたりのね、全体的な動きを見ていきたいと思います。円安も加速してるからね、今ね。で、僕のプロフィール、ツイッターに載せてるので見とってください。7年間で、ね、証券会社に勤めてました。最終本店勤務で社長賞連続取ってると。まあ、そういったね、一応経歴持ってるので、元プロなんでね。はい。そこあたり踏まえた上で聞いてもらえると嬉しいです。というわけで、ね、まず米国株の動きを見てから日本株の動きにちょっと連動してね、見ていきましょうかね。まず見ていくのがニューヨークダウの日足チャートですね。で、パラボリック上昇トレンド形成、RSI は、まあちょっと横ばい、少し切り下がってる状況。で、MACD は少し傾斜緩やかになってきていて、ストキャスティックスは機能不全です。はい。で、パラボリック、このドットチャートは日足の下の方に点灯しているので上昇トレンド形成してるんですけど、重要イベント控えて横横の日柄調整が続いています。明日まではもう動かない。明日の9時半以降だったからな。確かアメリカの消費者物価指数が発表されるので、そこを見ないと、なかなか売りにも買いにも仕掛けにくいっていう状況がまだ続いてるのかなって気がします。で、S&P500 もそうですね。もう今週は動かないですよ。アスト版じゃないと。はい。で、ここもストキャとか RSI とか MACD とかも同じ状況ね。横横の状況。で、フィボナッチのラインで言うと、半値戻しラインかな。4194ポイント。まあ、だいたい4200ポイントぐらいですね。はい。まあ、もうちょっと下なんですけどね。まあ、ここあたり。すいません。4166ポイントですね。まあ、ここあたりで揉み込む状況が続いてる。で、市場のファンシーに表すビッグ指数、恐怖指数に関しては、今、切り下がってるので、今ね、ポジションはね、外れてきてるんですね。オプションのヘッジっていうところは。MACD はまだ鋭角に切り下がってるんで、これがね、MACD はゴールデンクロスを形成するような動き方になってくるならば、株式マーケットは、またね、大きく値を切り下げる、乱高下するような動き方になると思うんだけど、今のところまだその兆候は出てないんですよね。兆候は出ていない。で、セクター別騰落率見ましょうか。昨晩どういったセクターが上下したのか。下落1位がレアレステートね。ここが 2% 以上下がってます。2.44% 下落かな。で、パラボリック下落トレンドを形成しちゃってるんですよ。で、ボリンジャーバンドの幅の範囲内での値動き形成で、ボリバの中央線、この赤のライン止まってるので、まだね、ボリンジャーバンドの強気トレンドは維持できてはいるんだけれども、一気にパンと上がっていくようなチャートではないですよね。で、下落2位がマテリアルセクター。ここも 2% 下落。はい。一目の上下のライン。この緑のラインでは一旦頭を取ってる。で、下落サインがユーティリティですね。まあ、ここがフィボナッチの 61.8% 戻しラインで一旦頭を取って、パラボリック下落トレンド形成してるんですよ。で、フィボナッチの 61.8% 戻しラインはスライスポイント。要はその売り上がっていくポイントの一つになるんで、まあ、ここではね、売り圧力は出やすいんです。もともとね。で、唯一上がってるセクターがエネルギーセクターです。で、ここは前、ね、フィボナッチのラインかな。訂正して、その上限ラインで一旦揉み込んでる状態ですね。ここの高値安値ですね。2021年の高値から、同年の安値、8月のボトム。まあ、そこをフィボナッチ引いてみると、今、レッドゾーン内に入ってるんですよ。で、そこの上限ラインで RSI も加熱気味のラインタッチしてるっていう状況なんですね。あ、ここあたりはね、依然として強いですよね。まあ、資源が上がってるんで。WTI 原油今122ドル試しに行ってますからね。これね、じりじり上がって、オーバーシュートじゃないんですよ。まだこれ、バンドオークなんですね、しかもね。バンドオークっていうのは、日柄調整、もしくは上の、このボリンジャーバンドの上の青のライン、まあ、プラス2シグマっていうんですけど、ラインの名前ですね。そこから日足が離れて、パラボリックとマック D が下落トレンドを形成すると、バンドオーク終了で、ストーンってね、ここの中央線ラインまで、調整が入ってくる動き方になりやすいんですけど、まだパラボリックはボリバの中央線、この赤のラインを超えてないんで、このトレンド転換しにくい状況がまだ続いてるんですよね。で、WTI 原油に関しては、まだこれ下がってくる兆候は出てないです。直近の高値安値の 78.6% 戻しラインも、ね、今トライに来てるし、5日移動平均線もここのラインとクロスするようになっている。
まだバンドオフですよね。こういった風にね、オーバーシュートして一気にスパーンってね、数日で1週間ぐらいで上がった後には、すぐにね、調整が入ると。まあ、ここもそうですね。パッて上がって、パッて下がってるじゃないですか。そういった動きならいいんですけど、こういった風にね、じり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 上がっていく時ほど、やっぱし上がり続けるので、ここはまだね、ピークアウト感は見えないですよね。見えないですよね。はい。で、あとアメリカの金利動向をちょっと確認するんですけど、3% 超えてるんですよ、今。またアメリカの10年債利回りですね。3.029% です。で、ここはまだ上がってくる確率あるし、今 FF レート12月ものを見ると、0.25% の利上げを1回とカウントすると、今 11.06 回まで入ってるんですよ、カウントが。11回は織り込まれました。ということは 2.75% が織り込まれてるってことです、マーケットはね。FF レートはね。ただ FRB メンバーは 3% から 3.5% っていう、まあレンジ内での、その年内利上げっていうところを想定してるわけですよ。想定してるわけですよ。ちょっとね、まだ上がってくる確率はありますよね。実際その 3.5 とかになってくるとね、だから次明日の CPI の結果次第で金利がまた大きくぶれる可能性がある、そういうところもあって、やっぱしグロース株であったり中小型株はちょっとね、今日明日っていうスケジュール感だけで言うと手掛けにくいのかなという感じです。アメリカの2年債利回りは高値ラインをね、終値ベース抜きそうになってるし、5年債利回りもそう、2年債利回り、短期の利回りがより上がってきた時はちょっと警戒ですね。今抜けそうなんでね、もうここのフィボナッチラインも訂正しますもん。はい、今バンドオフなんですよ、ここは。日足がボリンジャーバンドの上の青のラインに沿って上がるチャートパターンを形成してきていて、ストキャスティックスだけなんですよ、金付きのラインに入ってるのが。 RSI が入ってくるんやったらちょっとまた違ったんでしょうけど、トレンドラインちょっと引きましょうか。このライン抜けてオーバーシュートしてるんですよね。でさっき2年債利回りの上値抵抗ラインは、こういった形で切り上がってたのに、こっちはRSI下回っていた。MACD も切り下がっていた。ダイバージェンス効果が出てたんですね。で、ダイバージェンス効果とか今使ってるテクニカルのことをわからない方はね、概要欄の方にそれぞれの動画のね、解説動画用意してるので、そのリンク載せてます。そこ見とってください。ダイバージェンスのことに関しても話してるんで。で、もう、なのでここもね、ちょっと、短期金利も上がってきそうなんですけどね。これ 2.787% ですもんね。まだ全然、なんかその 3% 折り込んでるとかそういった動きじゃないので、金利の上昇余力はまだ残っている。はい。ナスダック。それを受けてハイテク株は昨晩、一旦プラスで推移してたんですけど、最終着地は 0.73% 下落という形になってます。ここも、方向感乏しいです。ナスダックのビックス指数。はい。これ、ナスダックのビックスですね。VXN って言うんですけど、ここは、切り下がってる。まだね、これ突発的にパッて切り上がるような動き方はしないんですね、ここもね。でも明日次第でも大きく変わりますからね、ここはね。なんとも言えないよね。なんとも言えんよね。難しい。まあまあまあ、とりあえず、まあこんな形で動いてるってことだっけ、把握で。で、即死数が 2.39% 下がってるんですね。ここがね、やっぱし一番下落率は指数の中では大きかったかなって気がします。はい。ここもフィボナッチの、ここは半値戻しラインタッチしそうなところだったんですけど、一目の上限のラインね。下限のラインか。この緑のライン。ここで揉み込む展開になってます。通常、一目の下限と上限。この赤のラインと緑のラインを抜けるためには、一層のそのエネルギーが必要なんですね。上昇エネルギーが抜けるためにトレンド転換点なんで、一目の雲の中に入るっていうのはですね。で、今のマーケット環境だったら、やっぱしそのエネルギーが乏しいと、重要イベントを控えて乏しいというところで、やっぱしだれやすいところだったと。だというところですよね。で、あとはアメリカの中小型株数、ラッセル指数に関しては、これはね、直近ね、アウトパフォームしてるんですね。アウトパフォームという株、少し切り上がってるんですよね。うん。では下がってるんですけどね。1.49%。半値戻しラインに止まってる。だから、米国株マーケットは、フィボナッチの半値戻し、ニューヨークダウンもそうですね。半値戻し、S&P500 も半値戻し、で、ナスダックも
ナスダックはちょっと弱いけどね。うん、ナスダックこんな感じです。ナスダックは 38.2% 戻し、で、ソックスはもう半値戻しだい、だいたい半値戻しぐらい。で、ラッセル数もフィボナッチと半値戻し、ここで一旦調整が入ってると思ってもらいたいなというふうには思います。うん、半値戻しは全値戻しって言うんですけどね。いかんせん読みにくいですよね、はっきり言ってね。重要イベント前のポジション形成に関しては、昨日皆さんにお伝えしています。過度に、今日、明日に関しては手を出すべきじゃないってところは、昨日の夜のライブでも言ってるし、ツイッターの方でもね、それは言わせてもらってます。はい。ね、ツイッターでね、皆さんに話してるやつか。これですね。はい。今日の朝の10時23分ぐらいに、ね、みんなに配信していることなんですけど、10日ね、まあ明日、まで、残り今日、2営業、今日と明日でですね、重要イベント前だから流す程度にしとこうって。ちなみにデイトレで失敗したから持ち越すは論外だ。CPI 発表前だからねって、どういうポジションでいるかも人それぞれ。スライスしているから、勝負もありだよねって。まあ、スライスして含み益がある人に関しては、それはもうなんか持ち越して勝負っていうことは全然構わないんですけど、ギリギリのポジション、要は含み益が数パーセント、1% しか、2% しかない状態で重要イベントに、要はトライするのは、やっぱりその、博打感が少し強いのかなというふうに思ってます。ハイリスク、ハイリターンなんですね。確率 50-50 なんで、どういった動き方するかっていうのは、誰も想定できない。わからない。はっきり言って。どういったその、インフレ状況になってるかっていうのも最新のデータ、予想することもできないし、なんか悪いデータ出るんじゃないかってニュースは出てるんですけどね。ツイッターの方でもそのニュースは皆さんに情報をツイートしてますけど、わからない。上半博打です。織り込まれてるかもしれないし、織り込まれてないかもしれない。もうね、難しいんですよ、すごい。そういった中で、やっぱその、重要イベントに、50-50 の確率で、何も準備なしに臨むのは、やっぱしもう博打感が強いのかなと思うんですね。そんな、それだったらもうカジノ行ってよっていう風になっちゃうから、だからやっぱし含み益を蓄えた状態で、ワンチャン下がっても、すぐにね、要はその、切れるような状況にあるっていうことだったら、勝負してもらってもいいのかなっていうこと、まあそういった意味合いを含めて、こういったコメントを今日皆さんにね、朝方配信させていただいてます。まあこれ見てる人はね、今日のその日経平均の戻り売りもね、対象すること結構できたと思うんですけどね。はい。まあとりあえずその、米国株の動きはこんな感じかな。で、個別銘柄もガンファムだけちょっとね、見とくんですけど、市場の中心銘柄だからね。アマゾンは分割後に、ちょっと調整が入ってるような状態です。で、これバンド奥に行くようなまだ動き方になってないので、ボリンジャーバンドの上の青のラインと下の青のラインの範囲内でのボックス圏の動きを形成しやすいのかなっていうふうには、今のところは思うんですよね。これバンド奥に発展したらちょっとまた、ね、皆さんに情報配信するんですけど、今のところは横横の状態が続きやすい形かなと思います。まあ、通常だったらね、バンド幅が狭い状況を少し続けて、その後にバンド奥みたいな感じになるから、うん。で、メタ。これ 0.51% 上昇で、パラブリック上昇トレンド形成ですね。5日移動と25日がゴールデンクロス組みそうなんで、通常このチャートだったら、上がりやすいんですよ。自由ベンドなかったらですね。ストキャも加熱気味のラインまで上がってないし、RSI も切り上がってる。MACD も鋭角に切り上がってるということで、通常だったらもうちょっと見たい。だけど、バンド幅は狭いので、上がったとしても目先はここまで。で、そこからはバンド奥を期待するっていう動き方になります。で、次にアップル、0.5% 下落。ここもフィボナッチの半値戻しラインだよね。$149、$150ぐらいか。そこで揉んでる展開かな。で、アルファベット。ここももう調整色強めですよね。で、マイクロソフトは 0.77% 下落と。まあ、こういった形でちょっと動いてますよね。ここは逆ヘッド&ショルダーっぽくなってるので、この点線ライン抜けたら強いんですけどね。まあ、転生ラインというか、この 61.8% 戻しライン抜けたら強いんですけどね。まあ、こんな感じです、米国株に関しては。はい。じゃあ、その動きを受けて、今日日経平均はどうだったのか、日本株はどうだったのかっていうとこなんですけど、戻り売りですね。はい。一旦、日経平均ね、ここまで上がって、まあ、そこから100円ぐらい下がってるんですね。上がったところから、高値から。上髭をちょっと伸ばすような形になってます。で、ここはね、もうフィボナッチの 61.8% 戻しラインなんですよね。要は、ここの高値と安値のフィボナッチの 61.8% 戻しラインはここなので、ここあたりは、指数に関しては一部、売り圧力っていうか、一部、安いところで買ったやつは一部売っとこうっていう風に
マインドセットするべきところです。マインドセットするところです。スライスすべきところです。はい。28,500 円ですね。ちょうどね。28,500 円。そこの水準が今日は意識されている展開。で、ストキャスティックス加熱気味、RSI 加熱気味のラインに入ってない MACD は切り上がっている。で、この縦のね、ライン、引いてると思うんですよ。これは高値期日ですね。高値期日。そこを表してます。9月の高値の半年後の3月15日にボトム、11月の半ばの高値期日の5月の17日にボトム、で、ここの1月の高値期日は7月なんですね。で、ここあたりで揉むことが想定されるのは、皆さんよく知ってるところで言うと、レーザーテックであったり、キーエンス。そこあたりが、ちょっと揉み込んでくるかなって気がします。主力どころで見ましょうか。ね、信用取引で買った人たちは半年後に必ず売らないといけないんですよ。で、1月の半年後は、7月なんですね。で、今まで9月、11月の高値期日では、しっかりとそこに向けて下げていく動きが出てます。で、レーザーテックとかも今日 1% ちょっと上がってるんですけど、これ1月4日の高値は7月4日なんですよ。1月のど高値に、11月の頭にど高値つけてから下がってるんで、ここまで信用の整理が、信用の改ざんの整理ができてないんですね、完璧に。戻ったとしても、期日近いんだから、少しでも高いところで売っとこうってなっちゃうんですね。うん。なっちゃうんですね。で、あとはその、キーエンスもそう。今日 0.64% 上がってるんだけど、ここも1月の、急落前の高値は1月の5日なんですよ。で、そこから急落して、今、ほとんどの人はもう含み損なんですね。で、7月の5日が、ここの高値期日だから、ここに向かって信用の整理が行われてくる可能性が高い。ということは、やっぱしその、来月からかなと思うんですよ。レーザーテックとかケースとか、もし同意づくならばですね。まあ、そこあたりは、ちょっとポイントとして押さえておくべきところです。はい。指数のポイントとしてね。指数のポイントとして、日経平均のポイントとして。はい。1月の高値期日が、あと、まあ、半月ぐらいで来ますよと。あと1ヶ月ぐらいで来ますよと。いうところを押さえててください。上がったとしても、またここで一旦誰って山なりになって、また上げていくっていうパターンになるかもしれないね。もしかするとね。もしかすると。はい。そこはね、抑えててほしいから、まあ、直近ね、大きく急騰してる分ね、やっぱし、下落も入りやすいっていう形なんでね、まあ、空売り比率がね、今非常に低いので、今月に入ってから平均値が下がってきてるんで、ちょっとね、空売り勢焼かれてるような状態ですよね、今。なかなかその売りを新たに仕掛けにくいっていう状況になってるのかな。で、あとドル円。これ133円の80銭台ですね。はい。で、ここは134円までね、ここまで行ったんですよね。134円の半ばまで行ったんですよね。目先のフィボナッチのターゲットラインです、これ。134円60銭台ですかね。はい。ここで一旦、揉み込む展開。まあ、利益確定売りに押されているような状態だと思います、買い方の。で、RSI も加熱気味のラインに入ってきていて、ストキャスティックスもこう、RMACD もこう。で、ストキャスティックスは、これ、機能不全ですね。もうずっと加熱気味のラインのところにへばりついてるんで、で、ここも今、バンド奥州なんですよ。で、これね、やっぱし、サイコロジカルとか見ておいた方がいいのかなって気がします。はい、メンバーセンターわかると思うんでね。ここに関しては。過去のメンバー動画を見て、復習しておいてください。ここですね。で、さっきも言った通りね、ただ今日日経平均に関しては、安易に買い向かう必要ないよっていう風に、ね、もう午前中の段階で言ってましたから、戻り売りで焼かれてる人っていうのは、僕のツイッターとか昨日のライブ配信見てる人やったら、ないのかな、あまり少ない状況なのかなっていう風には、期待してます。期待してます。はい、一応言ってたんでね、午前中もね。うん。今日明日はもう流す程度にしときましょうって。安易に買いのポジションを、要はその、取りに行くっていう段階じゃないと。重要イベント前だからね。うん。いいポジションを、銘柄が一発当たってスパンって上がってるような銘柄を捕まえて、利益確定売りして、スライスして持ち越すことができたということだったら、まあ、100歩譲ってね、いいんですけど、もう、たかがその 1、2% 上がって喜んでるだけだったら、僕はもう、単日で、値上がり分を利益確定売りした方が、やっぱ重要イベント前では、一番いいやり方なのかなっていうふうには思ってます。もうだから、最近ね、麻雀に例えてね、最近、ジャン玉してるんで、麻雀に例えて言ってるんですけど、やっぱね、上がり率、
ですよね。うん、安牌持っとかないとあかんよってことなんですね。リーチ一発で相手がテンパってるのに、うん、リーチかけて一発で振り込んで、リーチ一発で、なんだ、インフタンヤオでドラが数枚絡んだらやっぱ高めじゃないですか。万が以上確定って言われてるんでね、やっぱね。うん。確定になっちゃうんで、そういった高めにね、振り込んでもしゃあないですからね。うん。やっぱし、張るときは張って、いや、その勝負手だと思うときに関しては、やっぱし、押して、で、安い手だったらね、自分が抱えてるポジションが安い手だったら、やっぱし降りるっていうことも、一旦降りておくっていうことも、駆け引きとして重要なのかなと思います。最近本当になんかマージャンやってたら、投資とマージャンって結構やっぱし似てるところあるんだなと思ったりして、うん。なんかまあみんなが言ってることと一緒だなって思ったりしてましたね。しましたね。はい。まあちょっとマージャンわからない人に関してはね、わかんない考え方とかもわかんないんですけど、ただやっぱいつでも降りられるような安牌は抱えておくというところで、やっぱし含み益がしっかりとあって、リスクコントロールできて、スライスもできてるような玉で、やっぱし、CPI に関してはチャレンジするんだったらチャレンジしてほしいかなっていうふうに思いますね。明日の動き、来週に向けてね。ワンチャン上がる可能性もあるからね。うん。押すときは押して、引くときはもう引くっていいと思いますよ。うん。そんな感じです。そんな感じです。で、個別銘柄でね、さっきも冒頭も言ったんですけど、一番ね、やっぱしきつかったのが海運株ですね。川崎汽船、11% 急落です。まあ、言った通りになったねってことですよね。ここもと1週間ぐらいずっと言ってたんで、1週間、2週間言ってたんで、ですね、ここの高値安値の、違いません、ここの高値安値のフィボナッチの 161.8% 戻しライン、ここの高値安値のフィボナッチの 161.8% 戻しライン、ダブルで重なってるのがちょうどここだったんですよ。11,300円ぐらいかな。で、ここの高値と安値のフィボナッチの 161.8% 戻しラインで、ここは高値取ってるんですね。そういったところも含めて、ここあたりは、やっぱ慎重にすべきだっていうことを言ってました。プラスアルファで、バンドウォーク終了のサインが出てたんですよ。バンドウォーク、日足が上のボリンジャーバンドの青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを挟んだ段階で、日柄調整が入って、パラボリックドットチャートが日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成。で、MACD もデッドクロスをもう形成したと。そうなったら、ボリバンの中央線、この赤のライン、25日移動平均線ラインまでの軌道修正が入りやすいんですね。で、昨日の夜でも言ってました、これは。もうここあたりでもずっと言ってたんですね。やっぱし暴落したねって。で、モサはね、高いところで空打ってから儲かってますよ。めちゃめちゃ。プラスアルファでやっぱし出来高が少なかったっていうのもやっぱしポイントですよね。まあ、川崎汽船はね、別にね、いろいろ材料出たんで、ボリュームは結構ね、ここあたりの急騰した時と比べて、まあ少ないっちゃ少ないんですけど、ボリュームあったんですけど、ただその他、同業他社見てると、日本郵船、これね、6、7% 下落って、商船未遂は 7.74% 下がってるんですよ。もう出来高がね、もう圧倒的に少なかったんですね。ここあたりの上昇局面の出来高に対して、ここ上がってるんだけど、出来高伴ってなくて上がってたんですよ。要は商いが薄い中で、要はその買い迎えられてたから、上がってるような状態だったんですね。プレイヤーが少なかったんですね。プレイヤーが少なかったんですよ。やってるプレイヤーが。そういったところも含めて、やっぱその大口さんがなかなか、もう大口が入ってないんじゃないかというふうに思って、僕はちょっとやっぱし今回は危ないんじゃないかってことをアドバイスさせていただいてましたね。で、やっぱここあたりのね、下落に関しては、また分析すると思うんですけど、夜のライブで話します。皆さん夜の10時にね、個別銘柄の分析のライブとかもしてるので、よかったらね、そこにも参加してもらえると嬉しいです。あと、いつも通りね、このライブを見てもらってる方限定で、限定ライブにご招待させていただきます。個別銘柄の分析ライブですね。業種別であったりとか、全体的に僕は分析していく限定ライブを開催しますので、夜ですね。はい。リンクは概要欄の方に貼っておきます。概要欄の下の方をご確認ください。この動画を見てもらった方だけが限定ライブに参加することができるので、よろしくお願いします。その時にね、関西規制の分析とか、商船未遂とかやっていきたいと思いますね。はい。まあ、とりあえず予想通りの動き、やっぱ下がったねって感じですね。うん。特段びっくりすることではない。で、その他主力で上がったのがソフトバンクグループかな。
一時期ね、パッて上がってね、これね、5800とか行ったんですよね。ただ、戻り売り出てから5600円台半ばでちょっと調整されたと。ここも安易に買ってたら焼かれてる銘柄の一つですよね、今日ね。上がってるぞーって言って飛び乗ったら、ずる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 、下がっていく流れ。全体的に、方向感って欲しかったかな。ただ、円安にいった関係で、やっぱし円安メリットメーカー上がってますよ。スバルであったりとか、日産自動車であったりとか、トヨタも0.4%上がったりとかね。はい、円安メリットメーカーに関しては、ちょっと買いの手が入ってたんじゃないかなと思いますね。で、インバウンド銘柄に関しては、高安まちまち状態かな。今日はそこまでその目立った動きをしているところはない感じです。まあね、電鉄関連強いんですけどね。南海とかね。やっぱ強いですよね。大阪絡みはね。強いですよね。とりあえず指数の分析に戻りましょう。トピックスですね。トピックス。これね。トピックスも200日移動平均線を超えて、5日と200日のゴールデンクロスを形成しそうになっています。ゴールデンクロスを。はい。ストキャは機能不全。RSI と MACD 意識。バンド復習です。ここも、日柄調整が入って、パラボリックと MACD が下落トレンドを形成すると、軌道修正が入りやすいので、そこだけ注意かな。で、日本株がやっぱりやたらと強いわけじゃないですか。もうこれは、ここの動き見てもらう通りですね。日本株の優勢っていうのはまだちょっと続きそうな感じなんですよ。一旦調整したとしてもね。これ日経平均割ることの S&P500 です。はい。上昇すると、日経平均、日本株優位で、下落すると S&P500、要は米国株が優位というふうに見るチャートです。で、皆さんに指摘しているのは、ここの移動平均線ですね。長期の移動平均線ライン。200日移動平均線と50日はもうすでにゴールデンクロスを形成していて、今回新たに75日移動平均線、この水色のラインが、ゴールデンクロスを形成しました。で、この100日移動平均線と200日の距離感も近いので、ここもゴールデンクロスを組んでくるならば、やっぱし米国株よりも日本株の選択性、優位性というものは強まってくる確率が高いのかなというふうに思ってます。やっぱドル高っていうところもあるし、新規に円からドルに変えて、そこから米国株買うっていう流れにも振り向けにくいですよね。あとアメリカ金利ね、ガン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 上げていくよっていうふうにも言ってるし、消費者物価指数のね、動向も次第でまた9月の利上げ論が一層ね、加速してくるかもわかんない。0.5%っていう意見も出てきてますから。はい。一旦停止っていうのはね、本当に希望的観測だと思うんで、しかも WTI 原油買いも、で、また急騰してきてるわけじゃないですか。しかもじり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 といやらしい上げ方をしてるわけですよね。そう簡単にインフレ率が収まるはずはないので、9月に利上げ停止論っていうのは、ちょっとね、安直な考えなのかなって思います。個人的にはね。個人的には。で、ビットコインは406万ぐらいで推移してる、ちなみにね。で、香港ハンセンですね。中国マーケット。この動き方を見るんですけど、そうですね、10時半からだれてきて、11時26分から少し上がって、14時5分で頭取って下がってるっていう流れ方ですね。流れ方ですね。うん。元日経平均の連動性は非常に高いので、ここも下がり始めたのは、中国時間かな。うん。ここあたりでね、10時半に向かって、11に向かって下げる流れで上がって下がって上がって、14時9分で頭を取って下がってます。14時9分に頭を取って下がり始めてます。はい。14時9分に。ハンセンは14時9分ぐらいですね、ここもね。同じタイミングでこう下がり始めてるような感じです。前から言ってる通り、日本株と中国株、特に香港ハンセン指数の値動きの連動性は今、めちゃめちゃ高いので、もうこれはもう先月から確認されてることです。先月から確認されてることです。27日以前からね。27日前の1週間ぐらいからずっとこの動き方は観測されてて、僕はここに気づいて、もうすぐ気づいてからもう皆さんに情報配信してたんですけど、ツイッターとかでね、もう言ってるんですけど、ツイッターで言ってたんですけど、ここ
こを睨んだ動き方は、まだ、継続してるので、連動性は。そこはしっかりと押さえておいてもらった方がいいかなっていうふうに思いますね。で、マザーズもちょっとね、見るんだけど、マザーズ。マザーズはどこだ？あった。マザーズは、こんな感じですね。マザーズインデックス 2.93% 上昇という形で、ちょっとね、上の方にバンド奥っぽくなってきましたね。うん。どうなるかですね、ここはね。はい。IPO10 社あるからね。上がってほしいけどね。マザーズ銘柄で損してる銘柄も、人もいると思うんで、上がってほしいんだけど、まあ、積極的にはちょっと取れないよねって感じですね。ポジションを。この明日もね、含めて、今日明日に関しては、もう流す程度でやるとするなら、もう来週からっていう動き方でいいと思います。それでいいと思います。はい、そんな感じですね。なので、また動きがあったら、すぐに YouTube であったり、Twitter で情報配信していくんですけど、とりあえず、明日に向けての動きに関しては、明日も流しです。積極的にポジションを取るっていうことを重要イベント前にするのは、僕はナンセンスだと思ってるので、で、持ち越すことができる玉を持ってるんだったら勝負で、全然皆さんの持ってる銘柄次第ではね、上がっていく可能性があるやつもあると思うので、そこはちゃんとその自分の持っている銘柄、含み益がどんだけあるのかっていうところと照らし合わせて、今、勝負するかしないかっていうところを考えてやってみてください。今のところ、米国株から日本株へのローテーション、これは入ってきてます。確実にさっきの NS バイアスを見てもね。一旦慣れてきたとしても、日本株が選択される流れが、まだ続いてくる可能性があります。はい。そこあたりを踏まえた上で、来週、あと残り1日、あと来週、またね、稼ぎにみんなで行きたいなっていうふうに思ってるんで、よろしくお願いします。なので最後にね、よかったら皆さんチャンネル登録と、あと高評価ボタンと、あと今の相場に関するコメント、今日の感想でもいいです。こういったことに今日気づいてからトレードしましたよとか、今日これだけ利益取れましたとか、まあいろいろとね、嬉しい声とかあったら聞きたいなと思ってるんで、夜のライブでも聞くと思うんですけどね。はい。よかったら皆さんね、今日いくら利益取れたのかとか、いろいろとコメントもくれると、コメント欄にですね。くれると嬉しいです。あと、インスタとツイッターのフォローもね、概要欄の方にリンクあるし、うん、速報とかツイッターの方で出すので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日、お疲れ様でした。